山口つねなりは、安土桃山時代の武将。伊達氏の家臣、長谷倉つね長の父、長谷倉氏ははじめ、伊藤と小四世は平氏。伊達精神家父によれば、その祖先は、高持王から代々続き、伊勢国国氏に任ぜられて、伊藤省に住んだ伊藤つねを祖とする。つねは、平の清盛に仕え、常習政法目代を任ぜられていた。 ところが、源の頼朝の軍に敗れる老子三輪に隠れて、住んでいたところ、文治元年に、伊達市その年に市に主官が許され、日立国筑波軍中村に居住したという。文治五年欧州の藤原康平を撃つため、源頼朝の討伐軍に参陣。忍部軍に至って佐藤元春を撃った時、常久は先陣を務め、大いに先行を挙げたという。その恩賞として、 忍ぶ軍山口優、伊達軍柳川優、柴田軍、長谷倉優を賜ったという。父の常政は、伊達種宗、春宗二代に仕え、千二百国を保ち、柴田軍、長谷倉優の長谷倉城に居住していた。この頃の文書には、長谷倉殿と記載されていることから、長谷倉を称していたと考えられる。常政の次男の時政と三男の常成は、 忍郡山口雄の山口城で育ち、山口姓を称していた。ところが、長男の城豊が早死にしたため、次男の時政が、長谷倉家を相続するようになって、長谷倉時政と称したという。長谷倉常政の三男として誕生。A61 年1月、米沢城主、伊達明州の御近所役を命ぜられ、出和国を板間郡長井相立石湯に移住する。 元気二年次男、常長が生まれる。間もなくして、長谷倉家宗家を相続した兄、時政に、子供ができなかったため、常長を時政の養子に出すことになる。しかし、数年後にご祭を埋めとった時政に二人の子供が、生まれたため、伊達政宗の命によって六百国で分家となり、長谷倉常長と称したという。伊達明州、政宗に仕え、兄、時政と、 同じく武勇に優れ、多くの先人に参加し、軍港を挙げたという。天正七年兄、時政が、鍋丸事件を起こす。天正十九年、豊臣秀吉の欧州市沖により、黒川軍大森勇に所会となり、移住する。文禄元年父、常政と共に、河西大崎一騎の御成敗大官に任ぜられ、派遣される。文禄二年史、常長は、文禄の役に、 鉄砲隊長として出陣する。文禄三年数度、相馬軍との合戦に出陣する。慶長四年積み合って、平門となる。一説には、鍋丸事件の責任を問われたという。慶長五年に死罪を命ぜられ、この年、自陣したという説がある。ありがとうございます。